どうも、皆さん、こんにちは。プロトレーダーのショータです。えー、ドル円の相場展望ですね、やっていきたいと思います。こちらはですね、ドル円の4時間シャ者と表示しているんですが、えー、直近の注目ポイントとしましては、えー、っとね、まあ、ここの区間ですね。はい。今、マークつけましたけど、ここの区間で、えー、サポレジラインとしてね、まあ、機能しているんですけども、 ま、ああの、このサポレジラインをですね、ええー、まあ、ええー、上にブレイクできるのか、それとも、抑えられて、明確に下落してしまうのか、ええー、その辺がですね、まあ、直近の注目ポイントですね。で、もしもですね、まあ、このサポレジラインを、明確に上にブレイクしてくれた場合、その場合ですね、次目指してきやすいポイントとしては、ええー、と、まあ、この、 80移動平均線もしくは20移動平均線にタッチしてくるぐらいの上昇もしくはこの切り下げライン、えー、ここの高値とこの高値結ぶとこのように切り下げライン引けるんですけどこの切り下げラインにタッチしてくるぐらいの上昇がまずは、えー、可能性として出てきましてでこれらもさらに上に、えー、突破してきたら 次目指してきやすいポイントとしては、この112円の切り板でもあり、えー、まあここの戻り高値でもあり、まあここでレジスタンスラインとしてね、まあ押えられている。うん。まあこのあたりですね。うん。まあ要するにまあ112円の切り板付近というのを次はね、目指してくる可能性というのが出てきて、で、この112円の切り板もさらに上にブレイクしてきたら、次目指してきやすいポイントとしては、 えっと、まあ、ここでね、えー、レジスタンスラインとして機能していって、そしてさらに、えー、冷やしで見たらね、またわかるんですけど、えー、冷やしの、まあ、ここ、ここの高値。ここで、まあ、レジスタンスラインとして機能している、ま、あの、112.135あたりですね。うん。はい。この112円の切り板を上にブレイクしてくると、次は112.135あたり。 というのを次は目指してくる可能性出てきて、で、ここもさらに上にブレイクしてくると、まあ、いよいよ直近の高値である、まあ、このあたりですね。うん。えー、このあたりを目指してくる可能性というのが、まあ、出てくるかなと思います。で、逆に、まあ、この、ここでのね、サポレッジラインを、えー、上ブレイクできずに、このあたりで抑えられて、 下落してしまった場合、その場合ですね、えー、一旦目指してきやすいポイントとしては、まあ、この陰線の安値であるここ、もしくは、えー、この陰線の安値であるここですね。うん、このあたりというのを、まあ、一旦目指してくる可能性が出てきて、で、ここもさらに下にブレイクしてくると、次はですね、えーまあ、ここのダブルボトム。 このダブルボトムのネックラインとして、まあ、機能している、ここ。まあ、要するに、まあ、あの、ここでレジスタンスラインとしてね、まあ、機能している。うん。値段で言ったら111.269あたりというのを次は目指してくる可能性というのが出てきて、で、ここもさらに下にブレイクしてくると、111円の切り板付近ですね。 を目指してくる可能性というのが出てきます。で、ここもさらに下にブレイクしてくると、まあ、この、えー、チャンネルの加減ラインですね、これね。うん。まあ、まだ仮の段階ではあるんですけど、まあ、このチャンネルの加減ラインにタッチしてくるぐらいの下落というのが可能性として起きてくるかなと思います。はい。まあ、その次に目指してきやすいポイントポイントを意識しつつ、えー、買いエントリーの場合は、 おしめ買い。で、売りエントリーの場合は戻り売りを、えー、やっていくとですね、あの上手なトレードにね、つながっていくかなと思いますんで、良ければご参考いただけたらと思います。で、最後にね、非常に重要なお知らせがあるんですけども、今現在 FX の超初心者トレーダーが、少資金からでも最短最速で経済的、時間的、精神的、環境的に自由なお金持ちの上昇トレーダーを目指していくためにおいて、 すごく役立つノウハウがたくさん詰め込まれている極意マニュアルというものをプレゼントしております。で、この極意マニュアル受け取りたいという方はですね、この動画の下の説明欄に、えー、僕の LINE アットのリンク貼ってるんで、そちら側ですね、まず僕の LINE アットを友達登録していただき、その後に僕の LINE アットのトークの方にですね、えー、極意マニュアル、希望とメッセージをください。そのメッセージ確認取れたらあなたの LINE にこの極意マニュアルをプレゼントいたしますので、ぜひですね、 えー、FX を極めていくためにおいて有効活用されてみてください。で、Twitter の DM から受け取りたいという場合は、この動画の説明欄に僕の Twitter の、えー、リンクをですね、載っけてるので、そちらからまず僕の Twitter のアカウントをフォローしていただき、えー、その後にですね、僕の Twitter の DM の方にですね、極、え、意、ー、マニュアル希望とメッセージください。そのメッセージ確認取れたら、あなたの Twitter のアカウントの DM の方にですね、えー、この極意マニュアル えー、プレゼントいたしますんで、ぜひですね、FX を極めるにあたって有効活用してみてください。で、もっともっと最短最速で FX を極めていきたいという方はですね、えー、僕のトレード教材の中で最も最高峰のものであり、最も満足度の高い、焦、え、多、ー、式12点お得セットというね、えー、僕のトレード教材があるんですけども、えー、その焦多式12点お得セットをご参考いただけたらと思います。 で、え田、ー、式12等特セットの、えー、詳細に関してもですね、えー、この動画下の説明欄にですね、えー、詳細となるリンクをですね、載っけておりますんで、そちらからですね、え田、ー、式12等特セットの詳細をですね、えー、お確かめいただけたらと思います。はい、まぁ、あ、あの、そんな感じでですね、あの、FX を極めた先に待つ未来っていうのは、本当に、あの、すべてにおいて、えー、自由な生活が待っております。はい。 で、あの、僕ですね、あの、ラインアットの方で、ちょっとあの、一斉送信した内容にはなるんですけども、あの、今から話す内容っていうのは。あの、もうあの、ここ最近ですね、えまあ僕あの、海外ドラマをですね、はい、あの、海外ドラマを見るのが僕あの、すごい好きで、あの、ずっとあの、24見てるんですけど、まあ、あの、今ですね、あの、シーズン8ですね、あの、ファイナルシーズンまで、ついにまあ、突入してるんですけど、あの、まあ、そんな感じでね、 ええと、ものすごいハイペースで24見てるわけですよ。まあ、あの、今日だって、あの、もう午前中からですね、あの、赤ワインを、あの、飲みながらですね、まあ、ちょっとほろ酔い状態で、あの、24をもうその午前中からずっと見まくっているっていうね。うん。まあ、そんなね、あの、午前中からですね、あの、こんな、あの、自由なね、えー、生活をね、している、えー、人間っていうのもね、まあ、あのー、結構少数派なんじゃないのかなって思いますね。うん。 だからやっぱりね、あのー、ものすごい幸せですよ、僕は。うん。本当にね、あのー、幸せレベルめちゃめちゃ高い人生を送っているなって、あのー、我ながら思いますね。うん。やっぱりね、あの、経済的な自由だけじゃなくて、やっぱりそのエフェクス極めた先っていうのは、もう本当経済的自由だけじゃなくて、もう精神的にも、えー、時間的にも、環境的にももう全てにおいて自由になれるんで、 もうね、あのー、これほどまでにないぐらい自分の好き勝手に生きることができるようになるわけですね。うん。だから本当にその、自由すぎるっていうのが、その、もう逆にその、まあ悩みになってくるというか、うん。自由すぎて、その暇な、あの、暇な時間がその増えすぎるっていうね。うん。まあそれがその逆に悩みになってくるというか、もうその、まあ悩みという悩みじゃないんですけどね、これ。もう本当にあの幸せな悩みというか、 ではね、あの、本当にあの、皆さんにはね、あの、まあ、FX 頑張ってこう、極めていただいて、まあ、ここにね、行き着いてほしいなと思いますね。うん。すべてにおいて自由な生活っていうね。うん。ここに行き着いて、そして、あの、自分の、あの、したいことも、まあ、しまくったり、あの、自分の買いたいものも買いまくったりとか、うん。その、海外旅行行きまくったりとかね、えー、好きな高級ブランドの、 あの、服とかバッグとか靴とかもうあの買いあさってみたりとか。 あの、タワーマンション住みたいという人はタワーマンション住んでみたりとか。まあ僕はあの、タワーマンションね、まあ結構長いこと住んでましたけども、うん、まあ結構ね、あの、タワーマンションはタワーマンションでね、すごいね、あの、いい部分もあれば、まあその、まあ実際その悪い部分もあったりするんですけども、うん、まああの、まあ非常にね、あの景色すごいやっぱ素晴らしいんで、あの、まあ一度はね、タワーマンション住んでほしいなと思うんですけど、まああと、まあ一番ね、いい、そのお金の使い方っていうのはね、やっぱりあの、 あれですよね。あの、親孝行ですよね、やっぱりね。うん。一番いいお金の使い方やっぱ親孝行だと思いますよ、正直言って。あのー、やっぱりね、自分の親っていうのは非常に偉大です。で、本当あの、大切にしてほしいなと思いますね。うん。あのー、なんだろうな。その、やっぱ、親ありきの今の自分なんで、やっぱり。うん。やっぱその、親がいないとやっぱ自分っていうのはその、この世に生まれてきてないわけなんで、やっぱその、親にね、 こう、すごい、こう、なんだろう、ちょっとこう、ムかついてたりとかね、する人もいると、いるかもしれないんですけども、でもやっぱりね、あの、親っていうのはやっぱりすごくね、自分のことを、あの、誰よりもやっぱ一番考えてくれてる存在なんで、だからそんな親に対してね、やっぱり親孝行するというね、うん、親孝行するためにおいてお金をたくさん使っていくっていうのは、これ本当にね、素晴らしい、 一番本当に素敵なお金の使い方なんじゃないですかね、本当に。うん。ではね、これをね、あの、ま,あ、まず最初にね、してほしいなと思いますね、皆さんには。その FX を極めたら、うん。FX、を極めたら、まず親孝行たくさんすると。で、その後に、あの、まあ、なんだろうな。その後はその自分の、まあ、例えば恋人がいるんだったら、自分の恋人になんかプレゼント買ってあげたいとか。ま,あ、まずはその、他人から固めていくと。うん。 まずはその他人を幸せにしてね、その身近な、自分の、あの、周りにいる大切な人たちをまずは幸せにして、その後に、こう自分の好きなことにお金使っていくと。まあ、さっきも言ったように、その高級ブランド買いまくったりとかね、そのタワーマンション住んでみたりとか、そのまあ高級時計買ったりとか、まあ何でもいいですけど、海外旅行行ったりとか、そういうね、使い方してほしいなと思います。 だから、そういうね、あのー、素敵な人生を送る、送りたいという方はですね、うん、そういう方にとって、あの、FX を、こう、極めるという選択はですね、めちゃめちゃ本当に賢い選択だと思いますよ。うん。だから、まあ、そういうね、あのー、希望ですね、えー、夢とか希望を抱いてですね、あのー、FX を、こう、極めていこうというふうに、あの、頑張ってほしいなと思いますね。うん。 やっぱりその、いいイメージを抱けるか、抱けないかで、まだその成長スピードっていうのがだいぶ変わってきますから、だからその、なんだろう、いいイメージを抱きつつ、その、エフェクスを極めるために、その、しっかりね、あの、学習してほしいなと思います。で、そのためにおいて、あの、まあ、先ほどね、僕があの、解説した、まあ、あの、まあ、僕のね、あの、極意マニュアルだったり、あと僕のトレード教材の焦多式12トンとの特設っていうのは、ものすごく、あの、価値のね、 え、高いコンテンツなんで、うん。そのためにおいてね。だからぜひね、あの、ご参考いただけたらと思います。はい。というわけで、あの、今回のね、え、ドル円の相場と、相場展望ですね。え、ためになりましたら、動画の高評価とか、あと YouTube のチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。プルトレーダーの翔太でした。失礼いたします。